先生方、いつもお疲れ様です。キリハです。今回は、新イベントセービングのチャレンジクエスト01から EX まで、クリア解説とギミック解説をやっていこうと思います。今回もチャプターで分けてありますので、見たいところから見てください。それでは、早速やっていきましょう。はい、まずチャレンジ01からいきましょう。ここは、ボスのラブちゃんを単体攻撃で倒せば OK です。ただ、後ろにスケバンがいまして、このスケバンを倒すことはできないんですけど、定期的に全体攻撃をしていきます。で、その定期的に来る全体攻撃を、カカシを回復することで、味方を無敵状態にして、ダメージを食らわせないようにするギミックがあります。なので、長期戦になってしまう方は、ヒーラーを入れて、スケバの全体攻撃を回避する必要があります。まあ、さっさと倒しちゃえば意味ないんですけどね。一応、ギミックを見せるために、火力を抑えてこんな編成になってるんですけど、普通に爆発の単体攻撃のアタッカーを連れて行って、あっという間に倒せば OK です。まあ、ドレスのヒナとかね、連れて行けばあっという間ですね。それでは一応、実践編の方で解説も入れていきます。はい、それでは解説していきます。来て。邪魔だな。とりあえずギミックを見せるために、ほとんど動いてないんですけども、ラブちゃんにはもうダメージ入りますので、アタッカーをたくさん連れてきている方は、ガンガン攻撃しましょう。覚悟しなさい。よし。はい、で、このスケバンの全体攻撃ですね。で、これ1回目はダメージがなくて、2回目以降からダメージが出始めます。で、最初はスルーでいいんですけど、2回目以降ダメージがあるので、この赤い表示が出たら、このカカシを回復して、味方を凍結状態にしてダメージを食らわないようにすることができます。行くわよ。だれまた。なんでけ。邪魔だな。はい、2回目が来ましたので、カカシを回復して味方を凍結状態にしましょう。使ってくださいね。行くわ。はい、こんな感じでね、ダメージをスルーすることができますので、長期戦になる方はカカシをうまく活用して敵を倒しましょう。覚悟しなさい。よし。邪魔だな。いたりまた。なんでけ。大事に使ってくださいね。行くわよ。はい、こんな感じで終了になります。まあ、ドレスの日なんでね、もうあっという間に粉砕することもできますので、長期戦になる方は参考にしてください。それでは次に行きましょう。はい、それではチャレンジ02に行きましょう。ここではボスのカンナと出てくるバルキューレのモブを倒す感じになります。吹雪とキリノはスペシャルからの支援ですね。なので基本的にカンナを倒せば終わりなんですが、バルキューレのモブもたくさん出てきますので、範囲攻撃メインで編成をするといいと思います。倒した編成はこんな感じ。まあ、ここもね、普通にドレスのヒナでカンナを倒せばいいんですけども、長期戦になってしまう方はセリナを入れてタンクを前に誘導して、後方支援の吹雪の範囲攻撃でアタッカーがやられないようにタンクを前に出しましょう。それでは実践編の方で解説していきます。はい、それでは解説していきます。開始後割とすぐに吹雪の範囲攻撃が来ますので、アタッカーが巻き込まれないようにセリナでカンナのあたりまでタンクを前に出してアタッカーの安全を確保しましょう。その後は範囲攻撃でカンナもろともモブを倒していきます。具合の悪い方から順番に。よし。邪魔だな。しっかりさせてあげるからね。ガンガン撃っちゃっていいわよ。熱いうちに召し上がれ。ありがとう。なんでけ。支援射撃の仕返し。びっくりさせてあげるからね。全然許さない。な、何じっと見てのよ。こっち見んな。はい、こんな感じで終了になります。次に行きましょう。はい、それではチャレンジ03に行きましょう。チャレンジ03は、スケバンがたくさん出てきまして、範囲攻撃で倒しつつ最後の突撃隊長を倒すという感じになるんですが、
後ろからカンナ水着が追いかけてきます。で、敵も味方も問わずものすごい攻撃力で倒していってしまいますので、追いつかれたら味方のアタッカーが死にます。でカンナを止めるためにはさっさと敵を倒して前に進むっていうのも重要なんですが、そのスピードが間に合わない方はカンナに CC 状態を当てることでしばらく動きを止めることができます。ただ椿やミヤコといったタンクで CC 状態を当てられるキャラクターは前の方に出てしまっていて、アタッカーが潰されるまでに CC をかけられないことが多いので、基本的にはタンクではないキャラクターで CC をかける必要があります。はい、今回攻略したのはこのパーティーです。範囲攻撃は桃井、ボスを倒すのはイオリの役目としてます。で、追いつかれた場合はカヨコの EX スキルでカンナを止めます。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。最初はアコとヒマリを桃井にかけて、桃井の範囲攻撃で敵を殲滅していきます。準備は万全ですから。結果ですね。悔しい悔しい。はい、で全滅までにカンナが追いついてきてしまったので、ここでカンナが追いついてきたところでカヨコを撃ちます。私もう怒ったんだから。この木を生かす。怖いや。びっくりしましたか。ちょっと位置変わる。はい、そしたらしばらく時間を稼げますので、イオリでプラズマ場発生装置を破壊して残りは通常攻撃でやり過ごします。ね、逃げても無駄だ。風紀委員会からの支給品です。で、あのプラズマ場発生装置があると、そのエリアにいるとき移動速度がめちゃめちゃ遅くなるので、カンナに追いつかれやすくなります。なので壊してるわけですね。体力ゲージはいつも。で、後ろから追いついてきてるカンナはこっちが倒した敵をさらに死体蹴りしてからまた追いかけてきます。注意深く確認しておかなきゃね。ここはクリア。それではアコとヒマリをまた桃井にかけて、桃井の範囲攻撃で次の場所も戦います。あれ、準備は万全です。この子よし。よりも前の耐久が高いモブに打っちゃいましょう。悔しい。これでとどめだ。ちょっと位置変わるね。こっちに行こう。くい。で、最後は単体のボスになりますので、アコとヒマリはイオリにかけてイオリのスキルを打っていきます。カンナが追いついてきたらカヨコを打ちましょう。分析完了。覚悟し、弱点は把握した。結果ですね。あいつおごらなきゃいけなくなったじゃん。得意反応もね。あなたのせいだよ。クリア。次のステージへ。はい、こんな感じで終了になります。それでは次に行きましょう。はい、それでは EX ステージに行きましょう。 EX ステージは白いメカがいまして、あのアマスって言うんですけど、それが味方として出ていきます。そのアマスを戦わせて後ろから支援するようなイメージですね。で、一番最初はアマスの HP が0でしばらくその場に留まって、そこからスタートするわけなんですけど、その留まっている間にアマスを回復して、このプラズマ場発生装置を壊して、その後襲いかかってくるスイーパーたちと戦います。白いスイーパーは普通にアマスで倒せたりするんですけど、改造型スイーパーは EX スキルでしかダメージが当たりませんのでご注意ください。しかもめちゃめちゃ硬いので強力な単体攻撃が必要になります。はい、編成はこんな感じになります。シグレとコハルでアマスを回復して、ミカで単体攻撃をしていきます。イオリは単体もちょっとした範囲もできて便利ですね。星野はコスト回復も、ミカとイオリの攻撃力アップもできて便利です。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。最初はアマスを回復したりプラズマ場発生装置を壊したりといった感じになるんですが、プラズマ場発生装置を壊せないとアマスたちの防御力が下がってしまいまして、その後スイーパーにあっという間に壊されてしまいます。なのでプラズマ場発生装置の破壊はマスト。で、今のうちにアマスの HP もなるべく回復させてあげるのが重要です。で、星野のEX スキルを最初の方を使ってないんですけど、コストが溢れてしまうだけなので打たないようにしてます。最初はシグレとコハルのスキルでアマスを回復して、風化でミカのコストを半分にして、ミカとイオリでプラズマ場発生装置を壊していきます。待ってて。さあさあ一杯どうぞ。
ないから誤解しないで。特性おせちです。ここから先は進ませないよ。覚悟しろ、規則違反者どもめ。しぐれの効果はまだ残っていますので、小春のスキルでアマスを回復して、風花のスキルでミカのコストを半分にして、プラズマ板発生装置がもう壊れてるようだったら星野のスキルを使います。なんで持ってるのかって、給食部の特性をです。持ってるよ。次、はい、ここからスタートになります。毎回しぐれのスキルを使ってアマスの回復フィールドを作ってから、白いスイーパーがいるときはイオリのスキルで殲滅、黄色いスイーパーにはミカをぶつけていきましょう。白いスイーパーはアマスだけでも倒せるんですが、一応時間短縮のためにイオリを使っています。こんなのはどうかな。2275温泉郷の特設ドリンクバー、営業開始で。待ってて、温泉まんじゅうでもどう。あなたたちは通れないよ。ありがとう。おかわりならたくさんありますよ。次行くわよ。はい、基本的にはこの繰り返しですね。日暮れで回復フィールドを作って、ミカで黄色いのを倒していきましょう。お酒じゃないから、みんな安心して飲んでね。これでとどめだ。サンキュッケ。ここから先は進ませないよ。今行くわ。こんなの、もっと気楽に。おかわりならたくさんありますよ。覚悟しろ、規則違反者どもめ。まんじゅうでもどう。ここは私が守るから。私のじゃないから誤解しないで。真心いっぱいですよ。これはどうかな。逃げても無駄だ。行くわよ。サンキュー。こんなのはここから先は進ませないよ。これぐらい大したことじゃないし。はい、こんな感じで終了になります。チグレは制約解除決戦で使っている方も多いと思いますので、ぜひ使ってみてください。ということで、今回はこの辺で。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。